アザラシのショー次。よいしょ。はい。はい。名前の方ですが、前に書いてもお分かりのように女の子でひなたと申します。ひなたちゃんって可愛いですね。ありげなく手を挙げておりますが、万歳。この時間デビューして15年ベテランひなたが頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。おお、挨拶してるレギーや。ありがとうございます。それでは応援の返しの、あれ一人だけ、今日一匹だけ挨拶すんねんて。でもここからですなんですので、熱っ。前の台でご挨拶してみたいと思います。それではイエイ、早速移動します。このような鳴き声が相手吸わない。岩は、はい、おお、めっちゃでかい、はい、おお、はい、皆さんこんにちは。一生懸命頑張ります。じゃあ、蝶は、あ、かわいい。蝶は、でか、ま、なに、なんでそんなに来た。前の席ですよ、一応。この時間は、こんな感じで。どこ行くの、お前。隣に来た。いいよ。よろしく、握手。はい、よろしくして。よろしく、よろしく。じゃあ、まず最初の勝負は、軽くお手並み入って。今から用意する野球のバットを、はい、サッカーするの？白肌の上に乗せまして、落とさないでこのまま、はい、拍手のお願いいたします。拍手のお願いだ、拍手だけで。この後ね、再三お願いするかと思いますが、お絵の方よろしくお願いいたします。はい、では安定感バッチリと、まずは可愛いな、アシカ。この調子で次はキャッチボールに変わりますね。その鼻先を今度はグローブ代わりに変えまして、熱っ、投げるボールを受け止めようというわけなんですが、じゃあね、手を使わず鼻先でどうやって受けるかご覧いただきたいと思います。もちろん平もしっかりボール見て頼んだよ。ではこの場所からいきます。どこ、それ、おー、はい、ナイスキャッチ、お見事です。柔軟性のあるこの首、うまく利用して受けることができました。かわいい。それでは得意のバランスゲーからお送りしました。得意のアシカのショー、はい、ところはですね、バランス以外にも器用なところを持っていますので、じゃあ今度はそちらをもらいます。自然の足かしょうよ、ほら、バトンの種目、ほら、島の最初は簡単なバトン運びから進めていくんですが、用意したバトン、これすぐに沈むように作ってあるんですね。それをプールの底から探し、見つけたお口に加え、気持ちよさそう、入りたい、ね、はい、もうここ来てますよ。はい、早っ。そして台に登ると、はい、見てください。おー、パチパチしてあげて、パチ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 。結構器用でしょ。手が使えませんから、お口を上手に使いまして。はい。それでは、バトン運びにバトン回しと合わせてもらいただきます。はい。普段はね、そのでも、ショートなると、今みたいに使うことができる。おーい、とちゃん。父ちゃん、こっち見て。はい、じゃあ、今日、ショー。もらいに行きました。はい、チーズ。じゃあ、続きましては、力強いショー。逆立ちとなるわけですが、でもね、ただ単に逆立ちするのではなくて、ママも逆立ちできるけどな。この時間難しくしてもらいいただきたいと思います。まだ変えていた次。それでは、まず、上手に受けたボールを、もう一度乗せまして、あとは落とさないよう合図とともにお尻を持ち上げてくるんですね。お尻、でも準備も整っておりますので、あ、逆立ちするの、それですごいな。おー、鹿みたい、に決まりましたね。何これ、すごいやん。見えますが、意外と難しいですね。筋力いんのかな。こうやって首を動かしながらボールの中心に入れまして、かわいいな。はい、渡すこともなくご披露することができました。はい、もう本当に